市畑電車株式会社は、島根県東部で、鉄道事業を運営する企業。持ち株会社の市畑電気鉄道の傘下にある、北松江線、大越祖線の2路線を運営している。社名は、出雲市にある、市畑寺への参見者輸送を目的とした鉄道を、計画し建設したことに由来する。本社は、島根県出雲市平田町に1226。 本校では、主に北松江線、大越祖線を中心とした、鉄道事業について記述する。広瀬線及び、前身の広瀬鉄道、島根鉄道については、市畑電気鉄道広瀬線を、立久江線及び、前身の大社宮島鉄道、出雲鉄道については、市畑電気鉄道立久江線を、鉄道事業以外を含めた歴史については、 市畑電気鉄道歴史を参照。市畑電車の前身となる鉄道は、国鉄の山陰本線が1910年に、米子駅から出雲今市駅まで延長されたのを受け、出雲今市から市畑寺を結ぶ鉄道として1911年8月に 762mm 期間の蒸気動力車による、軽便鉄道不設免許を受けた者に橋を発する。 計画当初は、出雲今市から、出雲大社までを結ぶことを念頭に置いていたが、鉄道院ではすでに、山陰本線から分岐する路線の計画があった、ことから、目的地を、市畑役師に変更したものである。翌1912年4月には、市畑軽弁鉄道株式会社の創立式が、行われた。同社の設立にあたっては、 関西鉄道の重役であった、井上徳次郎、大阪にある、西賀電機商会の技師である、西賀東吉をはじめとする関西の財界人7人と、地元の有力者ら8人が、発起人として参加していた。ところが、会社創立式からわずか半年弱後の1912年9月に、西賀電機商会は経営破綻してしまった。このため、地元の有志で、 資本金の大半を負担することになり、そのうちの25%を市畑寺が負担することになった。それまで、出雲今市から市畑役史参りをするには、陸路を徒歩でたどるか、新事を小坂井どまで船で渡るかのいずれかの方法しかなかったため、出雲今市から市畑役士のふもとまでの鉄道施設は、市畑寺の念願でもあったのである。 その後、用地買収と測量を進めている際には、平田の町の南北どちらを通すかで論争になり、最終的に市街地の南側を経由することでまとまった。その後、国鉄との連絡を考慮し、機関を 762mm から 1067mm に変更した上、1913年9月15日に起工式が行われた。 出雲今市から平田までは、氷川平野の平坦な地域だったこともあり、7ヶ月ほどで完成し、1914年4月29日に、市畑軽弁鉄道の運行が開始された。開通当日は2万人ほどの人出があったと伝えられている。その後、平田から市畑坂下までの工事も進められ、1915年2月4日に、全線開業となった。 出雲今市から市畑までは70分前後で結ばれ、小佐会などでは松江行機線と連絡していた。開業からしばらくした1923年7月の株主総会において松江、出雲大社までの路線延長が決議された。出雲大社への延長路線は当初は出雲今市から出雲大社へ国鉄大社線と並行する計画であったが、 競合路線とみなされ、許可が下りなかった。そこで、竹市から、出雲大社への路線に変更した上で、国鉄と終点は同一であるが、市畑薬師への参拝客も利用可能であると主張した上で、政府補助金を辞退する動きを見せた。また、1922年には、東京の有力実業家が、 松江電機鉄道として、三保の関と出雲大社を結ぶ計画を示しており、市畑警弁鉄道では、他社の鉄道建設を防ぐために、愚信書や単該書などを鉄道大臣へ提出するなどの運動も行った。その結果、市畑警弁鉄道の計画に対しては1924年9月に、不設を免許されることになった。松江電機鉄道の計画はその主な目的が、 鉄道事業ではないと判断されたため退りけられた。その後、1926年10月9日に、大社への路線の起点について川後への変更が認可された。1927年には大社への路線の起点を大月点とする変更申請を行っているが、実現していない。これらの延長線は、当初はそれまでと同様の蒸気動力車による運行で、 計画されていたが、その頃は民間鉄道は電気動力車による運行に変わりつつあった。そこで季節線も含めて全線を電化することになり、1925年7月には社名を市畑電気鉄道株式会社に改めた。まず季節線である出雲いまいちと市畑の間が1927年10月1日に電化。 1928年4月5日には、小堺井だから北、松江までの区間が当初より、電化路線として開業。1930年2月2日には、川跡から大古蘇神門までの延長線が当初より、電化路線として開業した。電化開業に際しては、当時としては、最新鋭の電車を導入した。出雲今市から市端までは40分前後に、 短縮されたほか、1928年11月のダイヤ改正では1日に往復の急行列車が設定されている。しかし、その後、第二次世界大戦中の1944年11月16日、小坂井灘から市畑までの区間については、不要不急路線として営業休止の上で撤去し、その機場を戦時輸送を行っていた名古屋鉄道に、 共出するように、運輸通信省からの要請があった。これを受けて、同区間については、同年12月10日に営業を休止、その状態で終戦を迎えることになった。1954年5月1日には、出雲鉄道を買収の上で立被災線とし、同年12月1日には、島根鉄道を買収して、広瀬線とした。立被災線では、 北松江線、大越祖線との直通運転も行われた。1953年からは、北松江線の最高速度を向上するため、車両の改造に着手した。最高速度は1957年に時速 85km で認可されたが、これは当時の地方施鉄では稀な高速運行であった。この時期、 市畑電気鉄道では経営の多角化の一環として1958年10月に市畑百貨店を松江市に開店していたが出雲市にも市畑百貨店を出店するために国鉄出雲市駅に隣接してターミナルビルを建設したこのビルは1964年4月に共用を開始したがこの時に 国鉄駅構内への乗り入れを中止し、ターミナルビル1階に独立した駅として、電鉄出雲市駅を設けると同時に、ダイヤ改正を行い、増発と同時に、出雲市と松江を最短37分で結ぶ特急列車の運行を開始した。また、1966年には、列車集中制御装置を導入したが、これは、日本の地方施設では、 初めての導入事例で、それまで252人在籍していた、鉄道部門の従業員数を222人に減少させるなど、合理化も進められていくことになる。1960年頃、市畑口市畑間が廃止された頃の路線図その一方で、経営不振だった、広瀬線は1960年6月20日に、 廃止され、立被災船も水害による被害を受けた1964年7月19日より、全線が運休となり、翌1965年2月19日付で、廃止された。また、戦時中に休止となっていた小坂井灘から市田までの、区間については復旧されることはなく1960年4月26日に、正式に廃止となり、廃線後は、 市畑電気鉄道が運営する自動車専用道路とされた。しかし、この時期からモータリゼーションの進展に伴い、日本各地の地方施設の運営環境は厳しくなってゆく。市畑電気鉄道も例外ではなく、1966年以降は鉄道部門で赤字を計上するようになり、 1967年に589万人を輸送したのをピークとして利用者が減少していくことになる。特に、市畑電気鉄道の沿線は早いうちに道路整備が進み、1975年頃までには、ほぼ道路整備が完了していたことから、マイカーへの一層が進んだ。駅業務の委託化や補線電気業務の統合など合理化を進めたものの、 経営は好転せず、1972年度には、累積赤字が5億円に達したことから、鉄道部門の運営を別会社への委託にすることを、提案した。しかし、これは、廃止につながるとして、労働組合から反発を受け、ストライキも行われた。また、沿線自治体も一斉に廃止反対の意思を表明、大社長長議会では、 鉄道の存続要請を全会一致で可決し、1973年には島根県と沿線自治体で市畑電車沿線地域対策協議会が結成された。こうした動きと島根県の努力により1974年以降は運輸省から欠損補助金が得られることになったことから、市畑電気鉄道では存続を前提として、 さらなる合理化を進めることとなった。この時点で、すでに鉄道部門の従業員数は170人にまで減少していたが、これをさらに110人にまで減少させた。その後も合理化は進められ、1973年3月16日に貨物輸送を廃止、同年5月15日限りで特急列車の通年運行も取りやめられた。また、 1978年3月1日からは、大古祖のワンマン運行も開始された。駅の委託化や無人化も進められ、1984年の時点では、上海地駅は平田市と松江温泉の2駅だけとなった。その他にも、電気部門社員を別会社への出向など、合理化が進められた結果、1984年時点では、 鉄道部門の従業員数は72名までに減少した。当時、40.1km と同程度の営業キロを有する筑波鉄道で、従業員数が101名、逆に従業員数が同程度の栗原電鉄の営業キロは 26.2km しかなく、営業キロ 42.2km の鉄道としては、極めて徹底的な合理化が行われたことになる。 これらの対策が功を奏し、利用者の減少傾向は止まらなかったものの赤字は一旦減少し、1980年度からは補助金を近代化補助制度に変更した上で、一部車両の置き換えや重機乗化など、設備の更新を行った。しかし、会社負担率が高いことと、電力費の高騰などから1984年度以降は、 再び欠損補助の制度に戻している。1992年3月25日からは、プログラム式運行管理システムも導入された。合理化の一方で、サービスの改善にも着手し、1982年には、電車とバスの乗り継ぎ割引定期券を導入。1986年には、電車、バス乗り継ぎ割引回数券やフリー乗車券類、 さらに日中限定で60%の割引率のお買い物定期券の発行も開始した。また、1988年には松江温泉駅で種類の販売を開始、同年には松江市郊外で島根県開発公社が住宅地の造成を始めたのに対応し、県開発公社の費用負担により新駅が設置された。また、 1989年には学生を対象に15日間電車とバスが乗り放題となる夏休み定期券の発売も行われた。1990年代に入っても老朽車両が使用されていた。このように合理化や割引乗車券の充実を行ったものの乗客の減少には歯止めをかけることはできず、1992年度の 輸送人員は171万人と、ピーク時の3割程度に減少してしまった。また、赤字額は年間で1億円を超える状態で、1992年時点で、欠損補助を受給している、鉄道事業者10社のうち、市畑電気鉄道は最も多額の補助金を、受給している事業者であった。また、合理化による、経費節減の努力と比較すると、 他の設備の更新については消極的とも見られていた。冷房車は一両も存在せず、1927年に製造された手動扉の反抗性車両が1990年代に入ってもほぼ毎日運用されていた。1981年以降に西武鉄道から購入した車両は、車体こそ全金属製であったものの走行機器は、 すりかけ駆動方式であった。駅施設も、無人駅は、荒れ果て、委託駅員が配置されている川跡でさえも廃屋に近い状況で、保線状態もあまり良くない状態であった。利用者から、直接見える部分が、球体以前としたままの状態だったのである。その上、ある程度維持されていた運行ダイヤについても、 1993年1月16日に行われたダイヤ改正の内容は電力費や人件費の低減を狙って運行本数を合計89本から72本に限界するという消極的な内容であった。1992年末、運輸省では欠損補助の大幅な制度見直しを行うことになったが、市畑電気鉄道に対しては、 補助金に甘えているとして、今後経営改善の見通しがなければ、補助の打ち切りもあり得るという、最後通告を行った。1993年度に関しては前年と、ほぼ同額の補助金支給を認められたものの、沿線自治体や、労働組合は、危機感を募らせた。労働組合では、独自に利用促進を目指した、啓発運動を展開したほか、 補助金の継続を求めて、運輸省に陳情を行った。また、1973年に結成されていた、市畑電車沿線地域対策協議会では、1993年度の広告予算を、それまでの年間120万円程度から680万円へと、大幅に増額し、新聞の全面広告やテレビ CM などを活用した。 利用促進活動を行った。島根県や沿線自治体では、独自に沿線住民に対するアンケートを実施したが、市畑電気鉄道の存続を問う質問への回答は、ほとんどが、鉄道は必要との考えが示されていたことを受け、同社の支援のためには、新たな予算措置をも講じる姿勢を見せた。特に、平田市では、 市畑電気鉄道が唯一の鉄道路線であることから、補助打ち切りを最も深刻に受け止めており、地域ぐるみの利用促進運動を行った。これら自治体の動きを受けて、市畑電気鉄道ではそれまではどちらか、片方だけしか受給できなかった、欠損補助と近代化補助を同時に受給することを前提に、1993年11月に、 経営改善5カ年計画を発表した。この内容は、列車増発、駅施設の整備や、老朽車両の置き換えを主軸とするものであり、総額5億7000万円に上るものであった。こうした、沿線自治体の全面的なバックアップ体制や、市畑電気鉄道の企業努力から、運輸省や大倉省では、 結果が出なければ補助金打ち切りもあるとしながらも1994年度以降の補助金継続と欠損補助と近代化補助の併用を認めた。経営改善計画に従い、同年から1998年にかけて、京王電鉄と南海電気鉄道からワンマン運転に対応した冷房不車両を購入し、非冷房の老朽車両は、 予備車2両とイベント用の2両を残して置き換えられた。また、駅設備の改築も1994年から1997年にかけて進められたほか、それまで1カ所しかなかった変電所をさらに2カ所増設した。設備改善以外にも、1993年3月からは、電車。 バス共通の金券式回数乗車券の発売を開始をはじめとした割引乗車券類の充実を行い運行面でも1998年からは松江温泉と出雲大社前を直通で結ぶ列車が設定されたしかし当面の危機的状況からは脱したものの1994年6月には市畑電気鉄道の社長が鉄道部門の経営は すでに私企業の努力範囲を超えており、第三セクター化の方向性も検討してほしいと発言しており、自治体関係者に問題解決の難しさを再認識させられるものであった。運輸省からの欠損補助は1997年度を最後に終了し、翌1998年度以降は新しい経営改善5カ年計画による島根県、 沿線自治体の運行維持補助金に変更された。新経営改善計画により、次々と旅客サービスにつながる施策を打ち出した。1998年には終日前線を対象に、電車内への自転車持ち込めサービスを開始、2000年からは自転車持ち込め回数券も設定した。1999年には、 駅周辺への無料駐車場設置と合わせて、パークライドも開始したほか、2000年代に入ってからは、松江フォーゲルパークや島根県立古代出雲、歴史博物館などの沿線施設と大アップした企画乗車券の設定も行われた。また、電車運転体験などのイベントなども行われている。一方で、1998年からの、 新経営改善5か年計画が終了した2002年以降も島根県と沿線自治体の単独事業として欠損補助が維持されていたがこれと並行して市畑電車及び沿線公共交通確保のあり方に関する検討委員会が組織され今後の市畑電気鉄道の鉄道路線のあり方について検討を行ったこの検討委員会は 2003年11月の、答進において、市畑電気鉄道の鉄道路線を、地域の社会基盤として、事業者側と自治体の適切な関与によって、存続するという方向性を打ち出した。この時の内容では、責任の範囲を明確化した上で、インフラストラクチャーの所有権を移転しない、上下分離方式を考えることになっていた。交通ジャーナリストの鈴木文彦は、 これを基盤整備は行政が面倒を見るが経営赤字の面倒は見ないというものと表現している。この答申をベースとして市町村合併が落ち着いた2005年に新しい支援制度が設定された。この支援制度では全ての分野について補助の対象としていたことによる問題点の反省から国、島根県、沿線自治体、 運行事業者の役割分担を明確化することになった。ここで財務の透明性を確保した上で、意思決定の機動性を高める目的で、鉄道部門を分社化することが決まり、2006年4月1日から、鉄道部門を、市畑電気鉄道100%出資の市畑電車株式会社として分社化した。これにより、市畑電気鉄道は、持ち株会社へ移行した。 分社化後、愛され乗ってもらえる電車へと視点を変え、2007年7月17日からは、電車アテンダントの乗務、2008年には、メールによる運行情報提供サービスを開始、2009年には運行中の電車内を、物産販売店とする、楽市楽電の運行開始など、積極的なサービス展開を行った。2010年には、 関連会社のカーテックス市畑と提携し、駅で自動車検査の申し込みを行い、検査終了後の車両を駅で受け取る、バタ電車検のサービスも開始した。こうした中、2008年には市畑電車を舞台とした映画が制作されることが決まり、同社では全面的に撮影に対して協力を行った。この映画は2010年5月29日より、 レールウェイズ49歳で電車の運転士になった男の物語として公開されたが、試写会の段階から利用者が増加し、定期外利用者が前年と比較して約10%ほど上回った。市畑電車でもロケ地見学会やデハニ50系の展示などを行ったが、特にデハニ50型を使用した体験運転イベントは毎回定員を上回る応募があった。 しかし、2006年には災害による長期不通も発生するなどの影響もあり、利用者の減少傾向は止まっていない。2008年度にも沿線が舞台となった、テレビドラマや映画が放映された時期にもある程度の利用者像は見られたが、翌年度には、前年度と変わらないレベルに戻っており、テレビドラマや映画の効果はそう長く続くものではないと見られている。また、 2008年から2009年にかけては、市畑電車沿線地域対策協議会が、モビリティマネジメントの取り組みを行っており、これに伴う施策を行っているうちは、通勤定期券利用者が増加したものの、取り組みの終了とともに利用者数は元に戻ってしまった。また、2010年には、新事故の対岸を並行する山陰自動車道が、無料開放された影響で、 通勤定期券利用者数が大きく落ち込んだ。このため、島根県は2011年7月1日、2011年度から2020年度までの、市畑電車への支援事業計画を明らかにした。県は、沿線の出雲市、松江市とともに、国の補助金を含めて2011年度から10年間で、約59億円を投じて老朽化した車両の、 更新や線路などの施設改良を行うとともに、年間利用客数140万人台の維持を目指している。2019年4月16日、台湾の台湾鉄路管理局と有効提携を締結した。路線図近年における年間輸送辞任の概数値は以下の通り。近年の営業係数は以下の通り。車内に自転車が持ち込み可能を市 京弁鉄道時代、市畑京弁鉄道の最初の、免許区間である出雲今市駅市畑駅間の、工事にあたっては、市畑京弁鉄道は、蒸気機関車4両、客車10両、有害貨車6両及び、無害貨車4両を使用するものとして、認可申請し、内閣総理大臣から1913年9月9日付で、工事施行認可を受けた。 ただし、市畑江弁鉄道が認可申請時に示した設計は簡単なもので、そのため、その構造等の詳細は目下貢献中にあり、ついて認可を申請するものとすとしていた。実際に、1914年4月20日付で詳細な設計の認可を受けたが、この際には、蒸気機関車2両、客車6両、有害貨車2両及び、無害貨車2両に、 両数が減らされ、同年同月二十九日の出雲今市駅雲州、平田駅間の部分開業時までに竣工したのは、この両数だった。九百十五年二月四日には、雲州平田駅小坂井灘駅市端駅間が、開業、免許及び工事志向人格間が全通した。この三ヶ月前にあたる九百十四年十二月十七日付では、 客車2両を荷物、合わせ作り客車に改造するとともに、工事施工認可時の車両数を、客車は10両だったものを1両増加、2両を前述の、通り荷物、合わせ作り客車に改造し差し引き9両に、有害貨車は6両から2両減少し4両とする、旨、届出を提出した。なお、改造については、認可事項のため内閣総理大臣は、 届けでしょう。認可申請書とみなして認可した。また、蒸気機関車についても、別途1915年2月2日付で一両の、詳細設計認可を受けた。その後、乗客の増加により1922年6月9日付で、蒸気機関車一両の設計認可を得て、同年11月20日付で竣工届を提出。 客車についても、同年10月28日付で4両の増加届を提出したほか、翌1923年3月6日付設計認可で、有害管休貨車を1両追加した。これにより、非電化時代には、最終的に、蒸気機関車4両、客車9両、荷物、合わせ作り客車2両、有害貨車4両、 有害管急貨車1両及び、無害貨車4両の体制となった。市畑電気鉄道時代1927年の電化開業時に用意された車両は、出廃地形5両で、翌1928年には区派3型2両と区派14型1両が増備され、さらに1929年には、出廃に50型が2両増備されている。これらの車両は、当時としては、 最新鋭の電車を導入しており、都市部からの旅行者が、こんな田舎に最新鋭の電車がと驚いたという逸話が残っている。1928年にはでき一系電気機関車を導入している。その後の車両の増備は、新車導入ではなく、他社から譲り受けた客車を制御車に改造することによって行われた。まず1934年に、 大阪電気軌道の客車2両を購入した上で区ハ102、区ハ103へ改造、その後1940年には国鉄から客車を2両、購入して制御車化、区ハ109、区ハ111として、使用開始した。これとは別に、1942年には区ハ14を、電装の上で、配置型に編入している。戦後の1949年にも、 国鉄から客車1両を譲り受けした上で区派120として運用開始した。なお、1936年に出来1型は三河鉄道に譲渡された。1951年から1953年にかけて、出派1型と出派250型から合計4両を2、扉クロスシート車の出派20型に改造したほか、1953年には、 国鉄の木造電車を2両譲り受けし、それぞれで、派31区派131として、使用を開始した。このうち、出派31については、車体の交代化と,とともに、荷物室を設置する改造を1955年に、行った上で、出派に31型に変更された。1958年からは、西武鉄道からの車両譲り受けが多くなる。 まず1957年に、同社から1両を購入してデハ10型で、ハ11として導入。1958年から1959年に、かけては4両を譲り受けしてクハ100型として導入。デハ20型と連結して、運用を開始した。ついで、1960年から1961年に、かけては、西武鉄道から6両に、 扉クロスシート車に改造した上で譲り受け60系として使用された。また、1962年5月には、デハ1系、デハ7を制御車化した上で区派111へ変更した。これらの車両導入と引き換えに、戦前から戦後間もない頃に導入された、客車改造の制御車は淘汰された。なお、1957年に購入した。 デハ11は1961年に西武鉄道に譲渡されているほか、デハ7が制御者化されて区派111となった。このほか、1960年には大見鉄道から ED22 系電気機関車を譲り受けしている。1964年になると特急の増発のために西武鉄道から4両を2、扉クロスシート車に改造した上で購入し、 七十系として運用された。また、九百六十七年には、デハに五十系のうち一両がデハ十一型に改造されたほか、デハに三十一型は九百六十八年に荷物室が撤去されてデハ三十一となった。その後しばらくは、九百七十三年の貨物、輸送廃止後に e d 二十二系電気機関車を広南鉄道に譲渡した以外に、 車両の動きはなかったが、1981年の国引き国体を機に車両の近代化に着手した。このために西武鉄道から全金属製車体の車両を譲り受けし、80系として運用を開始したが、この時に置き換え対象となった車両の大半は、開業当時からの車両ではなく1960年代に譲り受けた60系であった。これは、 経済的な事情の他に、開業当時の車両の台枠が一体鋳造で製造されているため頑丈であるのに対して、西武鉄道から譲り受けした車両は部材を溶接して製造されていたため、継ぎ目からの痛みが進行しやすかったという事情があり、さらに自社発注車両を大事にする機運があったからで、あると推測されている。その後も、西武鉄道からの車両譲り受けに伴い、 6 0系や、レハ11型などが淘汰された。しかし、指揮者からは合理化への努力と比較すると設備の更新については消極的とも見られていた。1990年代に入っても、1927年に製造された手動扉の反抗性車両が運用されていたのである。1993年前後の欠損補助見直しに、際して発表された。 経営改善計画では、車両も一新することになり、1994年から1998年までに、京王電鉄と南海電気鉄道から冷房付きの車両を購入し、2100系、3000系、5000系として運用を開始した。これに伴い、イベント用や予備車となった車両を除いて吊りかけ、駆動の車両はすべて淘汰された。 2010年代に入るとこれらの車両も製造後45から50年程度が経過し、老朽化が目立ってきたため、2011年7月2日に、在来車両の更新計画が立案された。当初の計画では2013年度から2020年度に、かけて、VVVF インバータ制御の中古車両を2両、編成6本と1両編成6本の合計18両、投入し、 3000系8両全車と2100系、5000系10両の合計18両を置き換える予定となっていたが、置き換えに適した状態の良い中古車両が見つからず、改造費用も高くつくために、2012年秋に車両更新計画の修正版が発表された。具体的には、単行運転可能な新造車両を4両、 上渡車両を6両を新規投入し、既存車両のうち8両は修繕して、継続使用するというもので、同年11月16日に開催された、市畑電車沿線地域対策協議会の臨時総会において、この車両を更新計画の見直し案が承認されている。本節では、導入順に車両形式を記述する。非電化時代電化後特記のないものはすべて電車。 ありがとうございます。